こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様。本当、億万長者合宿もね、だいぶ長くなりまして、ずっと見てくださってる方もいるみたいですね。本当に感謝でございます。まあ、元々はこれ私と吉谷さんの1対1のやり取りなんで、まあ、再生数が1とかね、まあ、あっても2ぐらいなんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、50から100ぐらい、時にはね、数千っていう再生数をいただけまして、本当にね、なんか役に立つことを言わないといけないなという気もしますし、まあでもね、あんまり肩肘張らずに、基本的には吉谷さんと私の連絡ツールとしてこの YouTube を使わせていただきますね。で、今日は竹原さんのボコボコ相談室っていうのをね、また言われてましたけど、私もこれ大好きでね、まあ、結構相談者の方がめった打ちになるということなんですよ。要するに物事困った時にね、相談してくる方って、なんか自分は悪くないんだけども、世の中が悪いんでとか、この人が悪いんで困ってるんです、どうしましょうかっていう風なのが相談だと思いますけども、いやお前それを裁けない、おめえが悪いよみたいなねまあ確かにそうなんですよね。だから相談事する時点でもうね、終わってるっていう風なね、感じなのかなと私は受け止めるんですけども、まあ、私は誰かに相談することっていうのが、まあ、生涯に一回もなかったんで、この程度の人間になってしまったんでしょうけども、やっぱ素直にね、誰かに頼るとかね、助けてくれって言うべきなんだろうなっていう気がしますね。うん、いやー本当にね、なんかこういろいろとやってきましたけども、なんと言いますか、忍ともかんともですね。少なくても3年は、うん、でそうだそうだ、少なく濃くっていうテーマ、ここだけちょっとね掘っていきましょうか。少なく濃く、自分のお客さんの数を広げるんじゃなくて、自分のファンの数を広げるんじゃなくて、ファンが少なくても濃くやるんだって感じですよね。これっていうのはね、なんかすごく逆説的ではあるんですよ。ブログに例えてみましょうか。ブログって1個のブログをものすごく濃いものにしてファンをブワーンと増やすっていうのもありますし、ブログをたくさん作って1個1個のファンは1人とか2人なんだけども、でも数があるからトータルでものすごくね結果が出るよみたいなのもあって、どっちのコースもあると思うんですよ。同じように YouTube も再生数とかチャンネル登録をブワーッと広げるっていう手もあるんですけども、なかなかチャンネル登録とか再生数は広がらないけども、でも今見てくださってる10とか20っていう再生数の方のためにね、濃くやるっていう方法もあるんですよね。そうなんですよ。だからね、同じテーマをバン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 詰めていくっていうのも一つなんですよ。で、ここで私の経験なんですけども、私ね、訪問販売をやっていました。住宅設備の訪問販売です。で、1日に10件の営業回ることはなかったですね。だいたい最初の1件で決まるか、2、3件、こんにちはって言ったら決まるんですよ。私はね、だいたいね、プレゼンがね、1分ぐらいなんで、その間に契約が決まるか、価格は2万から3万なんですけども、契約が決まるか決まらないかで、ずっとね、やってきたわけなんですよ。でも、どんなに調子が悪いときでも、10件のお宅に回ったことはないですね。というので、営業時間自体が、まあ、数十分しかかからなくて、で、作業が2時間くらいという形なんで、もう私の訪問販売ってのは結構順調にいったんですよね。で、その時考えたのは、こんにちはって言って、目の前の人を、まあ、相手にするわけですけど、この人がお客さんになるかならないかっていうのは、どれほどね、濃く、この方にアプローチできてるかどうかに限るんですよ。本当にちょっと気が抜けていたりとか、髪が整っていなかったりとか、ちょっとついつまがわないような喋り方をしたりとか、配慮に欠けていたりとかね、ちょっといい気になってるだけでもう契約は取れないんですよ。要するに目の前の人一人に対してどのぐらい丁寧にできるのか、どのぐらい信頼関係を作れるのかっていう、いわゆる濃い関係をね、短期間で作るってことをぐっと凝縮すると、やっぱりね、営業って取れるわけなんですよ。で、そういう形で私はね、その訪問販売の営業をしてるときに、悪い時でも5万円、いい時は10万円の利益を毎日毎日毎日作り上げてきたんですよね。で、営業件数は1万件になりました。これがね、6年半ぐらいやってましたね。営業件数1万件、そういう契約をした領収書の数が1万件ですからね。なかなかやるでしょ、凡事でって。で、そこで使った根性と同じなんですよ。ブログなり YouTube やるの。とにかく再生数1の方に、めちゃくちゃ濃く語りかけていくんですよね。この億万長者合宿のリレーも吉谷さんに濃く送りつけようかと思ってずっとやってるわけなんですよ。そうするとですね、流れ玉というか、あ、これ自分にも響くわみたいな、確かにね、そういう考えとすればいいんだみたいな感じで、濃さはそんなに変わらないんですけども、他の方がね、吉谷さん以外の方が受け止めてくださって、チャンネル登録してみたりとかね、商品買っていただいたりとか、セールスなんてしてないのに買っていただいたりとか、それから再生数をね、増やしてくださったり、シェアしてくださったりってことにつながってるのかなと思うんですよ。ただ、ところで今回の動画のまとめになりますけども、竹原さんのボコボコ相談室っていうのも、竹原さんにボコられたい人が相談してくるんですよね。だって、相談したらどういう目に遭うか分かるじゃないですか。相談してくるお前が今、まずはしょぼいんだっていうふうに言われるわけですよね。で、それを覚悟していくのは、やっぱり関係が濃いからなんですよね、きっとね。で、未だにガチンコとかね、竹原真嗣っていう名前は鳴り響いていて、
まあ、畠山さんもそうですしね、やっぱあれほどのね濃い熱い番組を平成の世に送り出したガチンコマッチョクラブ、これは本当すごいなと思いました。でもう人気の絶頂期にねガチンコ最終回になったわけなんですよ。でこれちょっとここから余談なんですけども、なんでねガチンコがあの番組として終了したかっていうと、これはね今度はね濃いすぎたんですよね。濃いすぎて過激すぎてあのやらす疑惑が出たりね、なんかそのガチンコに関わったいわゆるガチンコ生の中で不祥事を起こす人も出てきたりとかっていうことだったんですよ。まあガチンコマッチョクラブ、ファイトクラブか、ファイトクラブに限らず、まあちょっとね乱暴で、鼻息が荒いやつをこう優先的に取ってきたっていうところもあるんでしょうね。だからそれがガチンコのいいところなんですよ。本当にリアルに生々しい人を台本抜きで、こう引っ張ってきたんでね、本当にファイトクラブなんてのはもう本当にこう極道者みたいなのが来たりとかね、乱暴者みたいなのが来たりとかしてましたから、よくそれでやってきたかなと思うんですよね。まあでも本当ね、すごく濃い関係を作ったんで、未だに私もガチンコも好きだし、竹原慎二さんも好きだしね、それから藤野大作みたいなね第2期生のなんかキャラが濃いやつも好きですしね。で検索してあの藤川圭とかね探しますよ。宮崎なんとかっていうのもね、プロボクサーになったやつとかね。であれを見て私はプロボクサーになろうともう一回思ったんですよ。で40代になってトレーニング始めたみたいな経緯があるんで、本当に濃い関係を作るとまた戻ってきてくれるっていうのがありますよね。吉谷さんもだから一瞬離れたけども、やっぱり吉谷さんのとこ戻ってきましたみたいなのがいると思うんですよ。でそれは吉谷さんがずっとやってるから安心して戻れるところもあるんでしょうね。当然私のところにもありますよ。毎日毎日放送してるんで、一時期はそっか塾離れたけども、まだやってるんですねみたいな感じでまた再入会してくださるとかね、本当にこう続けていくって大事だなということでございます。本日は以上です。